はいどうも、今回はちょっとモッドを入れて新しい世界を作って遊んでいこうかなって思います。作るニューワールド、まあ世界としてはサバイバルエディションっていうワールドをもとに、追加するモッドはこのレンジャーツールっていうのとファンキーガンズパックと、スティッキーウィールズっていうこの3つを追加したステージを作ってちょっと遊んでいこうかなって思います。でこのサバイバルエディションっていうワールドはバニラとはちょっと違ったロケーションもいくつか点在してるらしくて、ちょっと今回はそれを巡っていこうかなって思ってます。じゃあ世界作ろうか。プレイ。よし、世界が作れたね。よいしょ。じゃあまあ最初は宇宙船からなんだけど、まあ、ここからゆっくりやってるとかなり時間がかかっちゃうからちょっと申し訳ない。コマンドを使わせてもらう。これで物が全部使えるはず。でレンジャーがこれら、これとかだね。このジェットパックとか。でこれらはアップガンってなん、テープガンか。これは銃だよね、多分。これを撃つと、うん、やっぱりテープが出る。装填がかかるのかな、時間が。おっと、連射ができない。シクロ的に、これぐらい。よいしょ。で、ジェットパックは、ジャンプすると、こんな風に飛べるから、ちょっと上に上がってみようか。今のところ変わったロケーションは、なさそう。よし、まあ、とりあえずあっちに行こうか。さて。あ。宝石キット類が落ちてるな。これって確かバニラにはないよね。ワールドの特性かな。宝石キットがいきなり6個か ?1、2、3、4、5、6。6個手に入るのか。それは嬉しい。まあでも今回はちょっとチート使ってるからいらないかな。じゃあちょっとこの銃を、テープガンを、おそらくいるでしょ、ここに。いるね。ヘイボットたちにぶつけて、威力を、ちょっと待って。起き上がって。確かめてみようか。ほい。あ、やべ。一発か。強っ。よいしょ。あいつにも、撃とう。なんだと?止まれ。よし。他はあそこにいるな。コントローラープレイだとむずいな。よし。他にはどんなアイテムがあるのかな。これはペイントツールでしょ。これは確か、なんだろう、ブリンク読み合ってる。あ、これあれかな。あ、なるほど。これで瞬間移動できるんだ。はいはいはい。こうやって、ポンポンポン。移動早いな、これの方が。飛べる?これ。やば。なるほど。あ、なるほど、なるほど。これはちょっと使い方要注意だな。乗れるぜ。簡単に。素晴らしい。ちょっと上の方に登ってみようか。よし。さて、こっから見ると何かあるかな?あ、メカニックステーションだ。あ、で、ここ一周ぐるってなってんだ。バニラってこうじゃなかったよね。一緒だっけ?こっちの方あんまうろちょろしてなかったから、上から見ると結構新鮮だな。メカニックステーションとりあえず行きたい。あったあった。やっぱ道のりじゃないよね、これ完全に。うん。チートオンにしないとたどり着けない説あるでしょ、これは。よし。メカニックステーションは変わんないかな?落とせるかな?あ、パワーないんだった。パワーは、ちょっとここから、拝借しよう。インタラクティブだったかな?
違う？道具じゃないよね。パーツ。あ、パーツだ。よし。じゃあ。ちょっとクラフトボット落としてみようか。作れるものはなんか違うのかな？道具。知ってるやつらだな。ブロックも知ってる。インタラクティブも変わったものはなさそうだな。クラフトボットで作れるものはこんなもんか？ってことは、ここに用はない？他の道具じゃ使ってみようか。これが多分、これ殴れるけど確か壁を登れるんだ、これ。しかし、上には行けない。残念。やっぱジェットパック使うか。よし。便利ー。でも何もないね、上にも。とりあえずじゃあこれはいらないな。テープガンもちょっとしんどいな。じゃあ他のやつを触ってみようか。ポテトピストル。ポテトピストルは、どうなんだ？ピストルだもんね。ただの。威力が、あ、やばいやばいやばい。威力がどんなもんか、見ようか。ヘイボットでもトートボットでもいないかな。ピストルは、どうなんだ？牛は逃げるから、いいや。面倒。ヘイボットさんいます？あ、いたいた。痛い。ここからいけるかい？威力そんなかな。威力そんなだな。トートボットが1、2、3。ハンマーで殴るんと一緒？そんなもんか。じゃあ、これ使う？スティックガン。R。イエロー。イエローってなんだろう。玉が黄色だってことか。はいはいはい。ナイトビジョンオンにしてみよう。夜見やすくなるとかなのかな。これどう？2発。マジ？強くない？スパットガンより強いね。つまりは。歩くのと一緒かな、これ、速度。さて、ヘイはいるかい、ヘイは。トートは弱いからいいや。あ、待って、知らないロケーションがあるぞ。じゃ、このスティックガンで戦おうじゃないか。敵いる？いない？ただのロケーション？なんかある？これ。建物、中入れるのかな？一発。おお！おじさんじゃないか。しかも2匹。まあ、こいつらがいるってことは、隠れがあるはずだよね。あ、でもこれ入れないの。待った。なんでこんなところに。あ、ヘイも一発だ。こんなところにクレートがある。よいしょ。何か出る？あ、いいや。クレートがあるよっていうロケーションか。便利だね、じゃあ。隠れ家に持っていけば。中には入れないけど、まあ、この近くにあるぞっていうシンボルか。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと、海の方に行ってみますか。あれはなんだ？廃墟、あんなにちっちゃい廃墟ってなかったよね。あったかな？よく見たらバニラにもあるやつ。いや、ない。こんなものはないわ。回収してもいいし、破壊してもいいよってこと？破壊するよね。
よし、じゃあ海には何もないかな。中は変わったものはないな。なるほど。これジェット噴射とかできないのかな。ジェットパックステータスオールウェイズオン。わからん。常に使えてるよっていうことを言うだけのテキストかな。さて、この、待って、向こうになんかあるけど、あれは、はい、ウェアハウスにしたら低いな。なんだろう。あんな低かったっけ？段になってるから？どういうこっちゃ？よいしょ。これ、早いな。早いけど、これ画面大丈夫かな？ずっと心配、それだけが。なんだろう、これは。ウェアハウスじゃないことは分かった。見えないんだ。まだいる。スティックガン、本音強いな。これはなんだ？ちょっとテープボットはいないことを祈る。いないな。よかった。ヘイだけだ。他は？あいつだけ？こんなもんか？いや、いるな。プレートがあります。プレートはいいんだけど、プレート多いな、でも。あ、金があるからか。金がある特徴的な建物って感じ？これ。さて、食べ物とコントローラーか。コントローラーのレベルは1か。なるほど。他は何かあるかい？あ、こっちにもある。金が2つあるんだ。レアロケーションって感じ？壊れて。よいしょ。座席。はいはいはい。なるほどね。普通にこのワールドで遊ぶのはありかもね。なんか探索して、いろいろ素材が集まりやすいっていう意味では、いろいろ遊べそう。暗いな。昼間にしよっか。あ、ナイトビジョン見よう。ナイトビジョン。ナイトビジョンオンにしたけど、これ、一人称じゃないと、わかんない？こうやって、あー、なるほどね。一人称だと、こうやって、わかるよーって。じゃあ、三人称で。昼間にしようか。暗いから。よいしょ。さて、でもこういうロケーションがいろいろあるなら、この世界で、なんか、まっさらで遊ぶのも楽しそうだね。じゃあ次はあっち方面に行こうか。なんかもうすでに知らないもの見えてるしね。道路になんか、関所みたいなものがあるな。さて、この関所は、ただの関所ではないな。クレートがあるな。アイテムがめちゃくちゃ手に入りやすいのがこの世界、もしかして。よいしょ。なるほど。ちょっと普通にこの世界でチート使わずに遊ぶのはあり。ありだな。ガソリンめっちゃ落ちとるやん。よし、じゃあここいらで別のアイテムを使ってみようか。ロケットランチャー、バズーカ。と、でもそれぐらいか、あとは。これってなんだ？これなんだろう。あ、これあれだ。チェーンソーだ。チェーンソーってことは、まあ、木を切るものだよね。よーし。早い。早いな。1回？ 3 回？切り株が？ 1、2、2回で消えるんだ。おー、便利便利。よいしょ。で、バズーカは？お？結構飛ぶな。結構飛ぶね。あの奇跡いいな。どこ落ちるだろう。やべえ、パッキングステーションに落ちる。爆発は見えんかったが。じゃあそこの木は？
倒れるね。これは強いのでは？これ弾何使ってるんだろう。よいしょ。いいね。お、君たち何をやってるんだ。死んだ？あ、死んでない。見なかった。死んだ？あ、死んでない。当たった？当たってない。当たった。当たった。まあ一発だよね、そりゃ。じゃあ空を飛んでいきましょうか。大して速くもないんだけども。上から見てみようか。これ速度って変えられないのかな？特になさそうだけど、R を押しても反応ないし。さて、キャンプ付近は変更なしかな？なさそう。なさげです。触れるものなんか違うかな？他のモッドが影響してるかなと思ったけど、特にないで。じゃあな、おっちゃん。じゃあな、おっちゃん。トリガーロックできるんだ。おっちゃんにトリガーロックできるんだ。マジか。これは、それは、それはいいね。トリガーロックは、トリガーロック。どうやったトリガーを外すんだ。トリガーロックを解除したい。あー、それを R なんだ。ロックしました。R で解除ね。あ、なるほど、なるほど。把握したぞ。よーし。他になんか使ってないのあるかな。インタラクティブ。スティッキーウィールは使いたいよね。これか。どれが、どれぐらいのサイズ感なんだろう。この辺、これなんだろう。これ爆弾だよな。そう、降りよう降りよう。タイヤの大きさが知りたい。ちっちゃい。一番、このちっちゃいのはいいや。これとこれの違いは？ビッグ。あ、ワイドが広いよっていう話ね。じゃあ、ワイドが広いやつで。これは、なんだろう。ああ。これも出してってことか。おじさん、隣に置くね。よいしょ。で、あ、はいはいはい。こいつと交換できますよと。そういうことか。で、これを置くと、デリートショップとか消えないな。アドショップ、ネクスト、C4 ツール、なんとかツール。変わってない、ブレインツール変わってない、いや、待てよ。あれ、微妙に変わってる？この位置にこれだよね。C4 ツール。位置は変わってるけど、どういうこっちゃ？アドショップ。わからんの。とりあえず回収で。君たちはいいや。この C4 じゃない。ラジオエクスプロやってる？爆発するやつ？爆発するやつ？違う？これどう使うんだろう？ポン。ぶっ飛ぶー。え？え？まさかのロストしたんやが。R とかは？使う。君は何もしないのは知っているんだ。使う。使
使えないけども。誘爆しない？誘爆しないな。ダメだな。使い方がわからん。R だ。なるほど。これをやって R。あ、なるほど。把握したぞ。とりあえず巻くだけ巻いて、こうやって。で、R するとの。はい。そういうことか。なるほどね。面白い。他は追加されてるものないかな。なさそうだね。じゃあ、車作ろう。このスティッキーウィール作りたいから。よーし。車できたぞ。で、これをどうすればいいんだ？スイッチをつなげるとかあったりするかな？あ、やっぱり？いいね。でも思ったよりくっつかない？じゃあちょっと壁。壁を登ってみようか。じゃあ登れるか。レッツチャレンジ。ちょっと弱い？これ前も、前側もつなげてあげた方がいいか。ここと。よいしょ。で、前間回転で。どうだい？お、いい。ちょっと待って。問題はちょっと違うんだ。そうじゃないんだ。登れそうだけど、まくられるとしんどいな。衝撃ってやつを、なんとかしなきゃいけない感じ？いけ！おー。無事とは言い難いが、登れたぞ。よし。じゃあ、この知らんロケーションをついでに見ていこう。むっちゃおる、ほんで。ちょっと退散しよう。武器、いくら持ってるかな？あ、待って。ステーナファーミング？なんで？てか、君たち、この大砲に勝てると思うなよ。よし。やっつけたぞ。畑があるのか？ああ、畑があるんだ。向こうにもめっちゃいるな。そう、この大砲は分が悪い。分が悪いから、まあ、とりあえず、ちょっとね、こいつがいい。よし。じゃあ、やろうか。倒した。OK。細かい技、これで倒す。どうした？よし。よし。やるか。これ殴んないとダメか。はい。ウォーターサーバーまであるやん。いいね、でもこれ。なるほどね。自分で栽培とかしなくても、このロケーション回ることで、まあ、ブルーベリーとか、こういう綿とか取れちゃうんだ。素晴らしいな。ウォーターサーバーがあるのはちょっと謎いけど。あ、これだ。あ、これ壊れるんだ。え、待って。違うわ。これが強すぎるんだ。あれは壊れないんだ。じゃあこれの上に何があるか見てみよう。グレートあったんだ。あっちは。こっちは金なんだ。高い方は。よし。じゃあちょっと何があるか見てみようか。見た感じは近場には何もないね。じゃあ降りよう。
よし。お、あそこにあるのは、クレートが置いてある。あ、待って、今、赤いの見えたな。ファームボットいたな。ファームボットは、どうやってやり合うか。もちろん大砲でしょう。デカブツにはデカブツをぶつけるでしょう。どう？何発？一発？2匹おる。2匹おる。3発ぐらいで死んだ？ 2 発ぐらいで死んだ？わかんない。この大砲がめちゃくちゃ強いってことは分かった。よし。若いのが同時に2匹いるのはちょっとしんどいぞ。あ、おじさんだ。おじさん2匹。あ、これってさ、大砲で壊せる。壊せるよね。問題は壊しすぎること。いいね。便利だ。金属の棒とかもこれで燃えてなくなっちゃうのがちょっと残念だけども。まあ、あれは爆弾と同じ仕様かな。なんだこのコンテナ群は。待って、テープボット。待った待った待った。オッケー。ここはテープボットいるんだ。気をつけんとな。テープボットがいるってことは、でも、それだけ重要なロケーションってことでしょ。あー、なるほどね。金クレが2つあるんだ。あ、待って。ミスった。食べる食べる。待って。ごめんなさい。ててなん。よし。そんで、これ多分、このモッドの仕様だけど、おそらく、復活できる。手持ちに10個あれば。便利、それ。本番環境、バニラでもそうだったっけ？違ったよね。あれは食べさせてもらわなきゃいけなかった。実際もそうだと嬉しいんだけども、10個と言わず1個で復活したいけども。あの海にあるのはなんだ？なんか海の上に知らないものがあるから、そこに行ってみようか。まあ普通に見た感じ、今までの流れだと、まあ、クレートがあって、まあ、金クレがあるって感じだよね。行きづらいところだから。さあ、何がある？いや、でもそんなに、そんなにかって思ったけど、ここ気になるな、この中。見えねえ。肥料が入ってる。で、水ポンプがあって、このチェストは何？あー、ピザバーガーね。ちょっと待って、一人称にしないと、わかんないな、このなんか。はいはいはい。種類がめちゃくちゃあるんだ、ここ。なるほど。サンシェイクもあって。なるほどね。ラジオあるよーって。宝石キット、食い物、飲み物、作物。マジか。ここでブロッコリーとパイナップル取れちゃうんだ。まあ、でも種じゃないから、そんなか。確かに種じゃないから取れたところでだよね。なるほど、なるほど。これは何だい？君は何だい？センサーがあるけども。バッテリーはゼロ。ちょっと、取れるこれ。あ、取れないんだ。これは、君は何？君は何なんだ？バッテリーを入れるとどうなる？あ、バッテリーを入れると開くんだ。あ、面白これ。すごいなぁ。ちょ、待ってよ。でもこれ。上に。あ、で、作物がめっちゃ入ってますよって。すげえ、これ考えた人。ただこれちょっと場所悪いって、それを壊せない、無理、どうどう、中身をぶち壊しただけ。あ、他にもいっぱい入ってたんだ。
なるほどね、ピストンまであるじゃない。すごいね。これは絶対壊れないんだ。不快属性なんだ。おお。なるほどね。すごい。これは素直にすごいわ。君も破壊してやろう。ドン。ドン。え、待って。君も不快属性なのかい？君も不快属性なのか。すごいな。なるほど。ここは来る価値がめちゃくちゃあるね。いろいろある。ん、あれはなんだ。あれはなんだ。この黄色い物体はなんだ。浮いちゃってますやん。あ、待って。これすごいや。中に廃墟あるんだ。すご。むずくない？ここ攻略するの。一旦、ちょっと、ジェットパックが邪魔い。すごい。すごいぞ。あー、ここにも宝箱ある。専用の、これは何？こっち、光。いろんな種類の宝箱あるんだ。これはどういうこと？全部オンにして、こっち。これ違うよーってこと？これ開け方のルールがわからん。トートボットおるし。開け方のルールがわからんな。これは、どこかにヒントがあるのだろうか。エピックだ。まあエピックはいいや、全部あるし。このエピック、まあ確かここはあるでしょうね。え、でもあれの開け方はマジで何なんだろう。どこにあるんだろう、あれの開ける。ちょっと待って、リソースコレクターありますけども、ちょっと使えないですよね。どう、待って、今俺の興味は宝箱にある。宝箱にあるが、これってどうやって取りに来いってこと？他のボットと併用してきましょうねっていうことなのかな。あれはちょっと開け方がわからんな。残念、残念、無念、さよなら。これはわからなかった。どっかにあるんだろうけど、開け方のヒントというか。さすがに全パターンやれって鬼畜すぎだし。じゃあ、退散しよう。よし。あ、待った。なんだあれは。あそこへ行くしかないでしょ。飛んでいこう。乗り物を捨ててきてしまった。けど、まあ、いいや。ちょっと面倒だな。これを使わせてもらおう。あ、違う。君じゃないんだ。これかな。さあ、早く。よし。これで、こいつの移動が早いんだ、それなりに。なんだ。こんなロケーションがあるのか。で、君は何を守っているんだよ。1、君が壊すのか。3発ぐらい。結構撃たなきゃいけないな。面倒だ。あ、動けないのね。なるほど。もちろん、キンクレを守ってますと。はいはいはい。ピストンね。登るか。何このロマン溢れるところ。結構高いな。ここ登るの結構しんどいんじゃない？スラスターナイト。で、宝箱あるし。
これはあれか、バッテリーのやつか。1個でいい、1個で開くね。で構成キットたちね。これちなみに取ると構成キットだけなのか。あー、ピストンがあるよと。なるほどね。ちなみにこれさ、これエンジンは取れないか。そりゃそうか、残念。お、インクレだ。インクレとパイナップル、バナナ。バナナなんか欠けてない？バナナか。でもあ、下向いてるんだ。ヒヨコがいて、肥料類がある。シード、うん、なるほど。ちょっと頂上には何があるんだい。頂上には何もない。そんなそんな登ったけど何もないのかい。ファームボットはいるな。ファームボットと捨てられたキャンプがある。それぐらいなのか。あ、でもこの建物はめちゃくちゃロマンあるな。建物というか、この絶壁、絶壁を登る途中に宝箱がめっちゃあるっていう、そういう建築物。あ、出た。これわからんのよ、これわからんのよ、もう開け方が。これ開け方わかんない。すまねえ、開け方がわからない。なるほどね。結構満喫したな。大体見たんじゃないか。まあ漏れは多分あるんだろうけども、結構な時間回っててこういう断崖絶壁なロケーションに遭遇したりするから、いろいろありそう。よし、じゃあこんなもんでこのワールドは終わりにしようかな。結構満喫できた。まあレンジャーモッドの入れたこのジェットパックもめちゃくちゃ便利だったし、この銃もう結構強くて楽しかったし、いいね。モッドを入れて遊ぶのは結構楽しくてあり。使いすぎ注意だけど、他にもいろいろ探して遊んでみようかな。まあじゃあ本日はこんなところで終わりにしようかな。気になった方は概要欄に貼っておくので、ぜひ遊んでみてください。それではまた。